陸村。陸村陸村。183年から245年3月19日は、中国の五官、三国時代の武将、政治家。本名は、陸美。字は、白元。送り名は、昇高。陸族の野車語、陸法の彦、縄文公入陸空の孫、旧公軍とい、陸春の子。弟に、陸舞。子に陸のべ、陸公。 孫に、陸旗、陸雲など、五冠末期より、幼州を中心とする江南に、勢力圏を築き、後に、呉を建国した孫権に仕えた。山越討伐で頭角を表し、孫権に才能を買われ、関羽討伐戦や医療の戦いにおいて、名を挙げ、軍勢を務における、呉帝国前期の重臣として徴用されたが、晩年は、二宮事件に巻き込まれ、 孫健と対立した。本願は、幼州呉軍呉県現在のチャン水省蘇州市五中区。陸氏は、呉の四世と呼ばれる有力豪族であり、陸村はその傍系として生まれた。父の陸春は、徳と精人を持った人物として慕われたが、旧皇軍の問いにまでなった時に亡くなった。陸村は、まだ幼かったため、本家筋の陸康氏、陸村の、 ジュソフを頼り、露光の地所のブルケンに住んだ。陸康氏は、五冠王朝の露光大使であった。洋州を演術が牛耳るようになると、当初は、抜子の陸石を受春に赴かせるなど、友好的な関係であったが、陸石伝、194年、公平元年兵浪問題により、演術と対立し、その武将である孫作の攻撃を受けるようになった。氏は、 まだ幼かった抜子の陸石を陸村に委ね、本石である、呉れ県に避難させた。陸村は家督である叔父の陸石より、数歳年長であったため、後見人として、火星を握った。若い時、道県出身の陸石と帰り見、将の名声には及ばなかったが、懲悪子や、占い生と肩を並べ名声を等しくした、雇用図体。県案8年、203年。 21歳の時、孫作の弟の孫権が幕府を開いた時に初めて仕えた。最初に文官として仕事に就いた。孫権の幕府の東僧と西僧の霊子、秘書官を務めた後、海政、塩官犬のトンデンとなり、海省の統治も同時に行った。干ばつとなったため民は困窮したが、陸村は施しを行って、 民の窮地を救う一方で、農業と要素を推奨し、民の生活を支えた。豪は、新君。孫氏の藩都である、呉れ軍、海警軍、太陽軍には、孫氏の統治に従わず、調散している人々がいたため、陸村はその中から兵士を募ることを申し出た。山越の不服住民の同領に、藩林という者がおり、各地を荒らし回っていたが、陸村は、 志願兵を募って奥地まで出兵して、これを平定し、自身の柿部に編入した兵士は2000人に上った。検案21年、216年、ガヒト氏と共に討伐し、ビノフ副住民のユートルッラー数千人の反乱を沈めた。この功績で定位行為となり、リュウラに軍を駐屯させた、ガヒト氏伝。孫権は彼を機に、いり。 自分の名である孫作の娘を与えてメトルなど、徴用された。懸案22年、217年、孫権が陸孫に政治の意見を求めた。さらなる軍勢の強化と国内の安定を急務だとし、そのためには内憂である山越えを討伐し、それを通じて、精鋭を増やすことを主張した。孫権は陸孫を、長官右部署、新鋭隊長に任じ 議場を授与するとともに、会計、美、丹陽三軍を統治させた。この時、丹陽の不服住民である悲惨が、曹操の先導により放棄したため、孫健は陸村に、これを討伐させた。陸村は、大軍を集めた悲惨に大使貨幣であったが、野衆をかけて、これを打ち破った。三つの軍で母兵を行い、聖兵を数万人得るとともに、力が劣る者は民庫に編入した。 族たちは一掃され治安は強化された。部下に駐屯した。会計大衆の従具式は、リクソンの行いを見て、不法に民衆を軍隊に編入させて、民衆を混乱させている、と孫権に報告した。その後、リクソンは、孫権と会話したとき、話題のついでに、従具式を褒めたたいとため、孫権は年長者の風格を称えている。検案24年。 二百十九年、慶州方面で、劉備の将軍である関武と対峙していた旅毛が病気になり、兼業に戻ることになったとき、その帰路の途中で、旅毛と対談を申し入れ、関武を打倒し、慶州を手に入れる計り事を練ることを勧めた。旅毛は、兼業で孫権と会ったとき、代理の武将について相談されたため、陸村は才能が優れており、 かつ、カンに、名が知られていないことから、適任であると述べた。孫賢は、各して、リクソンを召し、偏将軍、右部正に配して、両毛に変えた。リクソンは、へり下だった態度の手紙を送って、カンの軍港を称えた。そのため、カンは油断し、クレに対する備えを完全に怠るようになった。リクソンは、このような状況であることを孫賢に報告し、 官を捕らえるための作戦の用紙を述べた。孫権はこの知らせを受けて、勘武討伐を決断し、両盲とリクソンをその先方として、長江を下らせた。リクソンは、両盲と共に公安と南軍を攻撃し、立ち待ちのうちに降伏させた。リクソンは、ギトに入り、ギト大使の職務を遂行し、なで編将軍、花抵抗に封じられた。二百十九年十一月には、 劉備の任命した義と大衆の半友は逃亡し、軍にある城の長官にや居住する移民族たちは、リクソンに基準した。リクソンは、呉の朝廷より、金銭や宝物を与えられると、それらを基準してきた者に振る舞った。部下のリコトやシャバタに命じて、近隣の劉備軍の残党や支援者を追悼させ、討ち取ったり捕虜にしたり基準させた者の,の合計は、数万人にも達したという。 この功績によりリクソンは、右森軍、鎮西将軍、老公となった。御所によると、尊賢は、リクソンの手柄と人徳に報いるために、上将軍とし劣行としたという。さらに、幼州牧の旅藩に命じ、リクソンを州に招いて、別が十字とし、茂る際に推挙したという。リクソンは、前、大幼州の名族の子弟とともに、 旅藩の風下に置かれるような立場であったという、旅藩伝。リクソンは、新たに呉に服属した、慶州の者たちの多くが、能力に応じた、活躍の場が得られない状況を見て、その不満を取り除いてやるよう孫権に上層した。孫権はそれに従った。後部元年、222年、職、職官を起こし自ら皇帝となった劉備は、 韓の復讐と慶州の奪還のためにクレトの国境地帯に侵攻してきた。リクソンは孫権により大都督に任じられ、主前、藩将、創建、藩あたり、女性、千羽ン,ン、孫藩ら五万の軍の指揮をとって、劉備軍と対峙した。諸将は、古い軍歴を誇る縮将であったり、喪失に連なる身分であったりしたため、リクソンを侮るような態度をとり、 リクソンを臆病者と揶揄したという。しかし、リクソンは剣に手をかけて、軍令を遵守させた。一方、孫健への手紙には、医療の重要性を述べ、劉備の戦術的な失敗から、あまり心配する必要はない、と書いたという。また、軍が、そのような状況であってもなお、発生した、騒動のことを報告してこなかった。この時、孫官が、 エビス道において敵に包囲された時も、孫官を信じて、救援に赴かなかったため、孫官に恨まれたという。劉備は盛んに、クレ軍を挑発したが、リクソンは伏兵を見破りそれに応じなかった。劉備軍の疲兵を見て取ったリクソンは、反撃に転じ、日攻めなどで攻撃し、退路を断って、食軍を壊滅させ、劉備を城邸城に敗走させた。この時になって、 初めて諸将はリクソンを信頼し、また、窮地を脱出した孫官も、リクソンの希望の深さを悟って、異形の念を表した。後に、尊賢も、諸将の勝手な振る舞いを知って、リクソンを証券した際は、なぜ報告しなかったのかと問い、首相の恩を受け、実際の能力より重大任務を背負うことになりました。まして諸将は国を支える功労者です。親は異相女、あだ、 誠のような人をしたい、国事を遂げようとするものでありますと答えた。孫権はこの言葉を機に、入り、陸クに、捕国将軍を、加官し、慶州牧とし、高領港に、改め封した。劉備は、白帝城に留まり、本拠を移したため、女性、藩将、宋権は孫権に上奏し、劉備を捕らえるため白帝城を攻撃することを求めた。 このことについてリクソンは孫権に意見を求められると慎重論を主張していた、修繕や楽藤の意見に同意を示し、義の総比は表向きは援軍と称して軍を進めてきているが、実はクレを攻撃することを企んでいるから、それに備えるため軍を撤退させることを求めた。まもなく、総比はクレへの攻撃の意思を示し、公領など三方面から攻撃を仕掛けてきた。 この時、劉備はリクソンに手紙を送り、食軍の再進行を示唆して脅したが、リクソンは、食軍は敗北で疲れ切っており、先に和解を求めたのは君、食の国力の回復に努めるべきではないか、と意見して、劉備を皮肉った、クレロク。後部二年、二百二十三年四月、リクソンは、上升の孫、升や軍心一同と共に、孫権に定位につくことを進言した。 健康実力。劉備が崩御し、劉禅が諸区の皇帝に即位すると諸葛亮が上昇として政権を握り、呉と諸区の国交は完全に回復するようになった。孫健は諸葛亮に手紙を送るときは常に陸遜を通じて行い、また自身の印字を陸遜に預け、呉の諸区との外交文書は陸遜が添削した上で発行されるようにした。 歴代で特別な待遇を受けた。後部5年226年春、孫権は民衆が疲弊し、高知が放置されていることを憂い、その対策を求めた。リクソンは上奏し、諸将に農地を開墾されるよう願ったところ、孫権はその意見を褒め、自らも実践するよう取り計らった、クレシュデン。冬、リクソンは孫健に施策を上古とし、 寛容な政治を進めるとともに、癒しい者たちの売名目的の言葉に耳を貸さないよう願った。尊権の宝刀は、私と君とは義を分かつこと特に異なり、赤族としての繁栄を同じくしてきた。表にある多数派に迎合して取り入るための一時しのぎをあえてせず、とは、これは実に君に関心から所望するものなのだ。役人に命令して、 法令をすべて書き写し、老中に命じて陸ンと諸葛金のもとに、それを送り、家女修正させた、クレシュデン。後部七年、二,百二十八年、孫権が、妖太守の州法に対し、偽りの幸福を義に申し出て、十万の兵の指揮を取る、早急を赤帝に誘い出させた上で、陸ンに応援を与え、孫権は親しく、無知を取って陰検した。 客官は、リクソンに膝を屈した。大都督に任命し、早急を追悼させた。また、諸将の中で仮武士を与えられた者は何名かいたが、仮応越を与えられたのは、クレアサではリクソンだけである。リクソンは自身は、中央の軍の指揮を取り、主官、禅、に、それぞれ3万の兵を与えて、左右の部隊の指揮を取らせ、3部隊に分かれて同時に進軍した。 早急は騙されたことに気づいたが、自身が大軍を指揮していたことからそのまま、クレ軍との交戦に及んだ。早急は副兵を配置していたものの、リクソンはそれを蹴散らした上で、早急と戦って、大いに破り、追撃をかけて、脅威種まで軍を進め、一万余の兵を切ったり捕獲し、多くの馬や兵糧を奪い、車両など兵器類一万台を手に入れた、石帝の戦い。早急は、 花王寺や首領、シュ王の援護により脱出することができたが、敗北の地獄により背中に、腫れ物ができて死去した。王領元年、229年、孫権が皇帝に即位するのに伴い、上大将軍、右戸後の官を授かった。その年の秋、孫権は首都を再び建業に戻し、武将には大使、孫党や闇子たちを置き、勝者の役所もそのままにした。 大使の貢献役のためリクソンを武将に召し寄せ、慶州と陽州の三軍の統治、それに軍事と国事の監督を委任した。孫領が、十日門に熱中していたため、これを直々に注意し、また、社会行為の孫松が、孫権の長愛をいいことに職務に怠慢であった、ことから、係の役人に罰を与えるなど、ミ子、キミコたちの教育係も務めた。リクソンは、 刑罰より礼を重んじるべきだと考えており、当時流行していた義の流の議論を批判し、その議論にかぶれていた南洋の社刑を叱責した。また、孫賢にも上奏し、厳罰化の傾向を今しめ、一度罪を犯した者にも、なるべく機会を与えるよう嘆願した。孫賢が東方の島の計略に心を奪われ、異州や守掛家を占領するため永音と、 諸葛ただの軍を派遣しようとしたときは、無用であると還元したが、孫権はこれを聞かずに出兵させた。結局、リクソンの言葉通り、損害に見合った成果は得られなかった。孫権はまた、両党の高孫縁を服属させようとしたが、高孫縁の裏切りにい失敗したため、報復のため両党に申請しようとした。リクソンは、これにも反対した。孫権は、この進言は受け入れた。 カノギ三年234年5月、クレシュデン。リクソンデンでは236年、孫権は自らは合皮に出兵するとともに、リクソンと諸葛金に常用を攻撃させた。リクソンは、腹心の菅平タという人物を送り、孫権に戦況を報告させたが、菅平タは中で敵と遭遇し捕虜となってしまった。諸葛金は、機密が敵に漏れてしまったことに動揺し、 リクソンに撤退すべきではないかと意見を求めたが、リクソンはすぐには返事をせず、ただ大前辞弱としていた。諸葛金はリクソンには考えがあるのだと察した。諸葛金がリクソンのもとを訪れると、リクソンは状況を冷静に分析した上で、撤退の作戦を表示した。リクソンと諸葛金はその作戦に従い、無事に撤退することができた。リクソンは撤退の途中、 白が恋まで来たところで、表向きは、狩猟をすると偽り、将軍の長領と、終春に命じて、江夏の紳士、安陸、石火を吸収させた。特に石火の人々は油断していたため、動揺した敵の将は、多くの民を殺害した上で、やっとのことで縄文を閉ざすことができたありであり、数千人が切られる、大損害を受けた。陸ンは軍に乱暴を禁止し、 捕虜も優しくねぎらい、自由な帰宅も許した。そのため、義の官民からは、呉に帰属する者も多く出た。義の江夏大主の指揮は軍勢を率いて、しばしば呉との国境を犯していたが、古くからの有力者である文久、文平のことは不仲であった。陸村はそのことを聞き、指揮の呉への投降要望に対して迎える準備ができたという偽手紙を送って、 死期を動揺させた。その様を見て、江夏の将兵は、四季への信頼を失い、しばらくして、死期は免職となった。かのぎ六年、二百三十七年正月、将軍こ僧が、本母には、厳罰で対応すべきと定義した。上昇帰り見ようは、大壁に従うよう上層した。その後、呉県圏令の妄想が、母の母に、本府し、 相互に自ら武将に拘置されて、調刑した。リクソンはその素行を述べて来い。孫権は、隠して妄想の罪を一等検じた。二月、前年から反乱を起こしていた俗の方アキララを攻撃し、その年のうちに、これを破った、クレシュデン。同年、中老将の修氏という人物は、洋軍において徴兵したいと申し入れてきたが、リクソンは、美の住民の民心は、 不安定であることから賛成しなかった。しかし、修士が強く主張したため、やむなく、それを許可した。結果、修士は、住民の暮れに和歌の反乱により殺害され、予想や路量の不服住民もこれにこうし、周囲の諸県の治安も悪化した。陸村は自ら反乱の平定を志願し、陳兵陳武氏のこの力も借りて、この反乱を鎮圧し、郷を降伏させた。 この時の投稿者の中から8000人徴兵した。リクソンは、陳氷に、編将軍、都合校の簡易釈位を授けた。長江沿岸の省の守備に当たった。陳武士殿。この間、社員や社広氏という人物が、経済や財政政策について、意見を述べ、尊権から加紋を受けると、リクソンは、国家の根本は民衆であるため、数年、万民たちの安寧を図り、 財政が豊かになった上で再検討すべきと論じた。孫権が両一を信任し国政を乱すと、退場の半不可使と協力し、これを急めた。孫権は後に軍臣たちに陳謝した。赤カラス四年二百四十一年の夏四月から六月の孫権が全らに命じて起こした戦役、借費の役に関する記述は見られないが、 戦後となる秋8月には、江夏の地で城を築いた記録がある、クレシュデン。赤カラス7年、244年春正月に帰り見、陽の後を継いで上昇となった。慶州牧、右と武将での職務も引き続きになった。この時、すでに孫党は死去しており、代わって皇太子となっていた、孫賢の三男の孫はと、四男の老王の孫はがそれぞれ役所を持ち、 各地の豪族も二人の宮にそれぞれが指定を送り込む事態とな、いた。禅の報告を受けた陸村は、豪族たちに勝手な行動はさせないようにと述べた。後に、禅も、また次男の禅よりを、老後の役所に送り込み、禅よりが、皇太子の進化とことを構えるようになっているとお聞き、あなたは、近秘を手本とされず禅宿り機君を擁護して、おられるが、 いずれ一門に災いが及ぶことになるでしょうと批判する手紙を送った。こうして、禅と対立するようになった。後継者問題が紛糾し、孫は配立の声が強くなると、リクソンは上層して、着手と諸子の区別をつけるように述べた。さらに、首都の権量に出向いて、孫権を直接説得しようとした。しかしそれは許されなかった。また、リクソンのおいであるコタン、 帰り見受けたまわり、養親は大使側についたということから流罪となった。また、大使大夫の我明はアリクソンに幾度も手紙を送っていたためごくに下されて死だ。孫健はリクソンに、建築の書状を何度も送り、憤害の中でリクソンは死去した、二宮の変。去年六十三、クレロクに説があり、陽厚氏が、密かに孫派の立着を積極的に進め、 孫権は同意したが、密談の内容が、孫はに知られていた。恐れた孫なが、陸種を通して、武将の陸村に助けを求めた。このため陸村は上表して、孫権をいさめた。孫権が密談の内容を漏らしたものを探そうと、したところ、陸種は、孫はをかばおうとして、陽圧氏が密談を漏らしたと布告した。結局、陽圧氏は、陸種と共に収監されてしまった。 ヨア圧氏は厳しい取り調べにこらえきれず自分が漏らしたと答えたため処刑されたということになっている。ヨア圧氏はリクソンに関する20条の罪状を告発した。これらリクソンに対する疑念は、この陸行がリクソンの故郷埋葬のためにクレ軍に戻り、宮廷に散大した時にすべて晴らした。251年に陸行が病気治療のために都に上り、 病が癒えて認知に戻る時には、孫健は陸行の手を取って涙を流して謝罪し、陸村に対する謝罪の言葉を述べた上で、自分の送った手紙はすべて焼き捨ててくれるよう、嘆願した。孫安の時代に、将校との送り名が追贈された。正直な人物であり、自身を顧り見ず、主君や国家へ忠義を尽くした。低調で厳粛な性格であった。 剣約家で樽を知る人物であり、彼が亡くなった時には家に余罪はなかった。健康実力。先見の民があり、周到に実行することができた。ケンが、エイフの論を作った当初は、リクソンが必ず災いをなすと還元し、これを今めていた。また諸葛勤務に言うには、私の前にある者には、私は必ず同じく登るよう報じ、私の下にある者には、 これを援助している。今、見たところ君の木は上をしのぎ、岩下を苗頭にしている。安徳のもととはならない。またた、公領の洋圧氏は若くして、生命を得ていたが、リクソンはいつかは失敗するだろうと考え、洋厚氏の兄の洋圧氏には、一族から分けるよう進めていた。リクソンは、早急を破った時、当時の呉の首都である武将に外戦した。孫権はリクソンに、 皇帝同様の待遇を与え、牢をねぎらった。孫権は、左右に命じてお蓋で、リクソンを覆わせて、伝門を入れ出させ、およそリクソンに賜ったのは皆なおまのでも上ェチンの、品で、時に被見するものはなかった。御所において、孫権は大縁を開いたが、酒に酔い、リクソンに命じて二人で共に舞を踊った。その踊りの褒美として、 自分の白いモモンガの毛皮で作った衣服とカワセミの羽で飾った帽子をたまわった。また、孫健は自らの黄金の帯を脱いでリクソンに貸しし、自ら帯を締めてやった。リクソンが清涼に帰還する際には、苦行らを集めてリクソンのために道中の安全を祈願し、孫健は自らの船を一石貸しし、七色の絹布と赤い染料を賜物組くした。 解明の時期について、通説では228から232年間。他に、僧の体操長光吉の意味がおさけたとする説もある。長氏に、陸延部という人物がいたが若字にし、陸村の後は、自死の陸港が継いだ。陸港も暮に仕え、晩年には、父と同様に、慶州の軍権を任され、ギットの国境を守備し、清涼の戦いに勝利するなど、 国難を知りけた。一族も呉に徴用された。陸外は、陸村を含めた、陸一族を、二人の上升、五人の孔、十数人の将軍と表している。孫の陸安と陸慶は、進むの暮れ性抜の時に戦死した。また陸家は、陸長文化を代表する詩人として知られ、呉の滅亡後も精神に仕えて徴用されたが、 八王の乱に深く関わりすぎてしまったため、その最中に、彼の名声を妬む人たちの残言によって、謀反の疑いをかけられ、一族全員が処刑され、陸ンの子孫は断絶した。弟の陸イの家系は存続し、子孫は、闘身の重心にまで昇進した。三国史では主君を除いて、諸葛亮と陸ンのみが一貫を持って単独でつてを立てられている。 戦者の陳時は、劉備は、広く、天下に英雄として、名があり、当時の人々は皆彼を恐れはばかっていた。リクソンは、ちょうど壮年に達したばかりで、その異名もまだ人々に知られてはいなかったのであるが、その彼が、劉備の矛先を打ちくじいて、勝利を収め、すべて計略通りに事が運んだ。私は、リクソンの測りごとの巧みさを高く評価すると同時に、 尊権がよく人の才能を見抜いて、その人物が大きな事業を成し遂げられるよう取り計らってやったことにも端する。リクソンは忠誠を尽くし、国を憂いて身を滅ぼすことになったのだが、ほぼ社職の真と言えるだろうと評している。一方、その三国史に忠を入れた、敗称史は、かのぎ五年、三十六年に、リクソンが自ら命じて行わせた石火吸収により、 住民が多く、被害を受け、その後に、戦勝者を保護した一件を指して、無この民衆をひどい目に遭わせた、孫の代で一族が耐えたのは、この悪行のためであろうか、とまで言っている。また、後に、江夏のギス進スを、利患策で放免させた経緯に触れ、わざわざ自らを癒しめる策略、小賢しい差実と断じ、やる、必要のないことだったと疑問を呈している。 陸紀は陸村を周遊、旅蒙、露宿と並べて、宮中に入って復信となり、地方へ出ては孤高となりと表している。当の士官が選んだ中国史上六十四名将に選ばれている武六十四章。小説三国支援儀では、孫権が後の国主になった時に敗下となった武将の一人として名が上がる。身長八尺。 約184センチメートル、免除美玉と体育堂道たる美男として描写されており、書生、中学者、知識人と名乗る。生死と違い赤壁の戦いと合皮の戦いも参戦している。医療の戦いの時には、沢がリクソンを推薦したが、無名に近かった彼の起用に、長将、雇用らが反対している。リクソンの才能を知る尊敬は、 多数意見を力づくで排除して沢に同調し、皇帝の権力の象徴である、商法法権を授ける。医療の戦い後は長将が、劉備が没した際に、職を攻めるべきか悩む孫権に対して、陸の意見を聞くよう進言している。また、医療の戦いにおいては、職軍の撃破後、追撃したが、諸葛亮の医師兵八人の罠に命を落としそうになり、追撃を諦めることになっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。